さんこんにちは。今回もよろしくお願いします。この動画をアップする日、8月15日、皆さん何の日か分かりますか？そうですね、1945年8月15日、終戦記念日です。今回向かった先なんですけども、岡山市中区東山にあります護国神社というところですね。皆さんどんなところか分かりますか？そうですね、まあ、この戦争でね、亡くなった岡山出身の人や岡山ゆかりのある人を祀られている神社なんですよね。まあ、この日ね、8月15日式典があるということで、いろんな催し物があるということです。でもこの動画はね、その前日の8月14日に撮影いたしました。当然ね、今のご時世なんで行くことのできない人もおられると思います。なのでこの動画をね、通じて、まあ、行った気分になっていただけたらなと思うのと、まあ、こういうところがあるんだぞという感じでね、理解していただけたらいいなと思います。それではもうちょっとしたらね、着きますね。はい、というわけで岡山市内にある護国神社に来ました。で、8月15日が終戦記念日になるんですけど、その日に合わせてね、合わせてライトアップされるということですね。ちょっとね、これ昼間の様子を撮影してるんですけど、おそらくね、これ公開してる時はもう、時が過ぎてるかなとは思うんですけど、まあ、僕もね、毎年、行くようにしてるんですけどね、まあ、その戦争が賛成反対とかいう以前に、やはり、まあ、戦争したくなくてもなんか家族のためにね、出ないと非国民と言われたりとかね、いろいろあって、まあ、辛いまま行った人もいるかもしれないですし、まあ、日本を守るためにね、行った人もいるかもしれないです。まあね、まあ、戦争はいけないことなんですけども、まあ、いろんな理由があって、戦争で亡くなった人もおられると思いますね。まあ、こんな感じでございます。まあ、昼間はね、こんな感じなので、まあ、ちょっと夜の方もこれから撮影しようかなと思います。まあ、こんな感じでね、綺麗に点灯されるということです。ちょっとね、やっぱり風が強いのと雨が降ってるので、まあ、こんな感じで揺れております。まあ、毎年ね、こんな感じで、やってるわけなんですけども、まあ、去年はね、雨降らなかったんですけども、まあ、今年は雨降って、よりなんか明かりがなんか反射してね、綺麗に見えるのか、まあ、そんな感じなのかなと。で、これが、早朝、まあ、日の出くらいですかね、までやってるということです。よし、そうですね、明日、まあ、この撮影が土曜日、8月14日なんですけど、まあ、明日の15日に、まあ、終戦記念日ということで、まあ、この朝から10時ぐらいですかね、その式典が行われるということです。まあ、明日に向けての、まあ、確認の点灯ということですよね。こちらなんですけど、まあ、岡山県に、ゆかりのある人たちや岡山県出身の戦争で亡くなった方を祀る
この護国神社なんですけど、で毎年ね、あの盆踊りがね行われるんですけど、まあ今年もなんですけど、去年もそうだったんですけど、盆踊りは実際行わないということで、まあこの普通にねこういう感じで点灯してるのがだけということですね。まあ、見る限りね全然人もいないし、駐車場にも車止まってないということで、完全にあの貸し切り状態みたいな感じです。でまあね、別に早く行ってもという部分がところがあるんで、まあ、深夜の1時2時でもね行っても良いのかなと思いますね。こちらが本殿になります。魔法じゃないと綺麗に映らないですね。ちょっとこのカメラだと綺麗に映ることができないんですけど、まあ、こんな感じで、やっております。すごいね色鮮やかな感じで、あの普段来たらねすごい真っ暗なんですけど、まあ、今日、まあ、明日明後日ですね、こういう感じでね、まあ、一人で来ても全然あの怖くないような、まあ、怖いというのはちょっとおかしいかもしれないですけど、あの行きやすいような、ね、感じですね。ちょっとね雨があるんで、まあ、ちょっと今この、ね、レンズに雨がつきましたけど、まあ、こんな感じでやってるということです。はい、これは子供たちが描いたやつですかね。いろいろと絵が描いたりしております。あ、子ども会の、子どもたちが、描いた、これは習字ですかね。はい、こんな感じになってます。はい、というわけで今回はこんな感じでお送りいたしました。まあこういう場所もあるということをね理解していただけたらなと思います。なかなか来ることがないとは思うんですけど、まあ唯一、こういう行事の時とかかなとは思うんですけど、まあすごいですよねこの数が。まあこれだけ寄付というかね、なんかまあお供えっていうことですよね。いろいろ名前が、書いていたりするので、はい、というわけでありがとうございました。ですね、まあ、過去の動画も、概要欄に載せてますんで、またそちらの方もね、確認していただけたらなと思います。はい。で、ちょっとね、まだ雨が続きますけどね、しっかり、安全対策して、備えてください。それでは、今回は失礼しました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。